TKNK。 皆さんこんにちは、 TKNK です。こんにちは、アシスタントのカメラ女子です。前回の動画で DJI の RS3 ミニにファルカム F38 を使う方法を紹介しました。もう何でもありの裏技でしたが、 DJI の RS3 ミニがとても便利になりましたね。今回は縦撮影に対応する裏技をご紹介します。結局また裏技なんですね。良い子は真似しちゃいけませんよ。改造は自己責任で行ってください。まずファルカム F38 のベースプレートを固定するために邪魔なストッパーを外します。これは純正のプレートを固定するためのものですが、六角レンチで簡単に外すことができます。外したパーツはいつでも元に戻せるように大切に保管しましょう。このストッパーが邪魔でアルカスイス互換プレートを取り付けられなかったんですよね。ストッパーを外すと固定されていたピンを外すことができます。さらに内部からバネが出てきます。これもまとめて大切に保管してください。これでファルカム F38 のベースプレートを取り付けられますね。まだこのままでは固定することができません。もう一手間必要です。ロックレバーをトルクスドライバーを使って取り外します。取り外したロックレバーをスパナのように使ってファルカム F38 のベースプレートを固定します。回して締め込む感じなのでロックレバーを取り外さないと固定できません。ちょっと面倒ですね。でも取り付けが終わったら外すことはないので、この作業は1回で済みますね。ベースプレートの固定が不十分だと撮影中にカメラが落ちてしまうのでしっかりと固定します。締め終わったらロックレバーは邪魔にならない角度で元に戻しましょう。早速装着してみましょう。この段階でファルカム F38 のベースプレートが確実に固定されていることを確認してください。カメラが落下すると心臓が止まってしまうので、固定はしっかりと確認しましょう。前回はウランジが発売しているジウンのクレーン M3 用オプションを使ったため横撮影のみの対応でしたが、この方法だと縦撮影にも対応できます。縦撮影は最近流行ってますね。 TikTok や YouTube のショート動画なんかでよく使われています。個人的には RS3 ミニで縦撮影を行うとカメラの背面液晶が見にくいので、あまり使うことはなさそうです。旅行先などで旅の記録としてライトな人物撮影を行う場合に使うと楽しいと思いますよ。今回の動画はここまでになります。ご視聴ありがとうございました。